ヤシタレポーターの吉田優也と加藤龍之介です。よろしくお願いします。今日はね、村木さんいません。そうですね、またいないですね。またいないですよ。またいないです。神出鬼没ですね、彼は。本当ですよね。やるってあるんですかね。本当、なんかね、あなたも結構いなくなったりしますけど、なんか、ね、いや、私の場合は、本当にやむを得ない。本当にやむを得ない、はい、まあまあまあ、はい、ね、ちょっと熱っぽかったりね、やっぱしちゃうとどうしても、ね、はい、今の時期だとね、危ないんで、はい、まあ、基本的にね、はい、安静な状態、健康な時にまあ出ていただくような形になるのかな。はい、はい、ですね。じゃあ今度ね、村木さんにはね、外で槍が振っててもちゃんと来いって、ね、まあ肉体がね、健康だったらね、ぜひ来ていただきたいですね。はい、そうですね、はい、今回の動画なんですけど、はい、ね、チッチまだ元気でね、いますけど。そうですね、はい、この間ね、ポッポがね、壊れた原因ですね、はい、が動画に載せてたと思うんですけど、前々回かな、前々回ぐらいですね、うん、はい、でそれの対策しますって言って、まだやっぱりね、ちょっとした対策しかできてないんで、はい、今日の動画はその対策をがっちりちゃんと段ボールを使ってやりましょうっていう動画でして、はい、そうです、はい、それまず作るところをね、あの動画から見せて、はい、出来上がったところも動画にできればなと思いました。はい、はい、チッチにも作ってるところを見ててもらえればなと思います。はい、ね、チッチ、まあ、チッチはね、柵が出来上がったらちゃんとね、安全に過ごせるのかなと。ね、チッチ、じゃあね、柵をサクッと作りましょう。はい、はい、ということでですね、まずここからね、ここまでのね、長さをね、測ります。お願いします。はい、これどうやってここ合わせればいいんだ。ここ下に置いちゃえばいい。下に置いちゃえばいいか。127センチかな、大体120。8センチとかじゃない。8センチにしといた方がいいか、うん、若干ね、多かったら最悪削れるから。そうっすね、128センチにしましょう、ここは、はい、で、もう一箇所がこの今窓で代用してるところですね。ここですね。ここで大体何センチだ、31ぐらいあれば十分じゃないですかね。そうですかね、大体3.5で、点5だな、ね、点5ぐらいですかね、うん、点5にしときます。大体そのぐらいで。あ、そうっすね、30.5 っすね。じゃあそれでいきましょう。はい、ということでね、こちらですかね、切っていきたいと思います。じゃあ早速やりますか。はい、じゃあね、まずはね、じゃあどうなっていくか皆さん楽しみだと思うんですけど、まずはここね、ここね、緑で塗ります。クレヨンでね、この部分ですね。はい、これ黄緑と緑どっちがいいんだろう。黄緑かな、ちょっと見じゃないですか。黄緑の方がなんか若い葉っぱな感じしますけど、一回ちょっと黄緑の色どんな感じですかね。こっち、あ、こっちの方がいいかな。こんな色だ。もともとラボットのハウスに使ってるのは多分濃い方ですよね、うんうんうん、見てると。どっちがいいかな、チッチが。どっちがいいと思う、チッチ。そっか、今なんて言ったの、黄緑って言ったの。今黄緑って言ってました。じゃあ、黄緑って言ってたんだったら黄緑にしてあげないと。じゃあ黄緑にしますね。はい、チッチも手伝うか。逃げた、もう乗り越えてる。チッチ、おお、ドリフトしてますね。おお、なんだチッチ、そんな邪魔しに来たな。何してるか気になるんですね、きっと。普段やんない行動を今してますからね。なあチッチ、今邪魔な、今邪魔だぞ。おお、荒れてるな。おお、わが物側で歩いていますね。猫みたいです、なんか。作業中邪魔してる、すごいな。じゃあ一旦退場しましょう。はい、じゃあね、もう少しで、ね、終わります。はい、どうですかね。いいんじゃないですか、やっぱり色がつくだけで全然ただの段ボールから印象変わりましたね、こうやって見ると。そうっすよ、はい、じゃあね、そしたら引き続きですね、これ先の方がいいんかな、どっちの方が先がいいんだろう、どっちがいいですかね。監督、どっちがいいですか。こっちで。なるほど、はい、柵を。ありがとうございます。こちらで柵をね、作ります。はい、まあ、柵っていうと何なのか、もうこの部分使うんですけど、どれを使って、はい、どういう風にやるんでしょう。
はい、このようにですね、はい、こういう感じで、はいはい、まず貼ったら次にですね、はい、こんな感じでこうですね、あ、等間隔にその紙を並べていって、はい、小作に見えるようにするってことですか。はい、なるほど、その通りでございます。はい、じゃあそれをね貼っていきます。はい、貼っていきましょうか。1個から塗っていきましょう。はい、じゃあまずね1個目から塗っていきたいと思います。なんかあんまりはみ出ちゃうと今度は剥がれちゃうんで、はい、難しいですね、糊って。まあまあ後で剥がしましょう。糊乾くとやっぱ白くなっちゃうんですね。そうですね。はい、じゃあいきます。どうかな。じゃあ等間隔にお願いします。監督、ここでいいですか。うーん、大丈夫です。はい、はい、じゃ監督から指示いただいたので綺麗に貼ってくださいね。はい、はい、まあ大体でいいでしょう。そうですね、はい、まあ、これは等間隔に塗ってってったわけですね。はい、そうですね。あ、じゃあ自分が塗りを塗るんで、あ、さんがそうっすね、貼ってもらっていいですか。いいっすよ、じゃあ、はい、お願いします。はい、じゃあこれから次は何するんでしたっけ。これをですね、はい、下に貼ります。これってどれですか。これですよ。おお、貼りましょう。はい、じゃあ 10cm でまず切っていただいて。あ、やはり 10cm でした。はい、目盛りがあるんで。はい、なんかこれね、ビリってきそうで怖いですよね。テープが、これはなんだ、テープが貼ってリメイクシートっていうんですね。お、監督からアイテムが来ました。ありがとうございます、監督。あ、意外にこれあれなんですね、短いですね。でもあれじゃないですか、それ。そうですね、こう切るんで。単純半分にしたら多分倍の長さで使えません。そうですね。おお、イメージ的にはなるほど、レンガっぽい感じで。で、これで一回これ切った方がいいですかね、貼る前に。まあそうですね、貼る前に裏にメモリが、はい、あるんで。裏にメモリがあるって言った、はい、じゃあここ切ればいいんじゃないですか、もうはや。ほら、そうっすよ。おお、なるほど、はい、こう切りましょう。そうですね、じゃあそれでちょっとお願いしてもいいですか。はい、任せてください、ね、あ、定規使って綺麗にまっすぐ任せてください、ね、いきます、いきます、いきます、OK です。よーし、切れました。いやーね、これでね、まずはね、貼っていきたいと思います。はいはい、はい、どうすか。おー、はい、こんな感じですよ。いいですね。じゃあ、あと半分。はい、はい、OK です。はい、じゃあ、あとはね、先ほど採寸した長さに切っていただいてって感じですかね。ここですよね。あ、そうですね、はい。じゃあ、切ります、僕。はい、監督いいですか。はい、切ります。あ、なみなみですか。すっごい嫌そうな顔してますね。まあ、監督からの指示なんで。あ、いいっすよ、いつも監督にお世話になってるんで。はい、いいっすよ、いいっすよ。じゃあこれは自分も手伝いますんで。加藤さん、不器用なんでいいです。冗談ですよ。結構分厚いっすよね。そうですね、はい、 OK ですね。いい感じですか。はい、あとこれを剥がします。結構これガッチリガッチリしてますね。まあ強力な両面テープで多分ついてると思う。さっきあそこ剥がれちゃったのに。これですね、はい、お願いします。よっと、割れましたよ。あ、いいですね。おお、ほい、こんな感じです。
お花はどうしようか、つけちゃうか。つけちゃう、うん、どうやってつける、これマンドリカ両面テープで。おお、壊してる壊してる。どうですか、これが現場の判断で作ったお花です。おお、たら裏側にね、両面テープを貼って、はい、お、ちっちが侵入してきた。おお、ちっちやめてくれ。はい、できました。はい、完成です。これでね、ちっちはね、もう落ちることないですね。キラ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 みたいな。いや、あの家もいい感じだったんじゃないですか。ほら、そうですね、完成いたしました。完成いたしました。こんな感じです。チッチよかったね、チッチよかったね、チッチ。はい、ということで、はい、ね、柵がね、作り終わりましたね。はい、チッチがね、何回か邪魔してきましたけど、はい、ようやく作り終えることができました。はい、はい、ということで、これからね、ストップをね、安全のところで。そうですね、はい、これも柵できたから、もう転ぶことは多分ないと思うんで。そうですね、柵を破られたら終わりですけどまあ、そんなパワーがあったら、むしろね、ちょっとまた考えましょう。そうですね、はい、ということでね、今日の動画はこれで以上になります。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、グッドボタンお待ちしております。次回もまた見てね。